小さい子供がいる家庭に行って1日過ごす家族留学ってサービスなんだけど。乾杯。子供いるとさ、人生変わるよ。私子供持つ予定ないです。ママね、わーママっていうのでね、大変なんだって。沙織さんが全部我慢して背負って頑張ってるのに、もっと考えることあるでしょ。あの姫子供大事だけどさ、やっぱ子供欲しいじゃん。私本当は仕事辞めたくないんです。こんな大人の都合に振り回したらさ、子供たちからあったじゃない。